過去30年で最大規模のストライキですイギリスで21日、鉄道労働者などが大規模なストライキに踏み切りましたインフレに伴う賃上げなどを要求したものの交渉が決裂したため一部路線を除き大半の列車が運行を停止しています地元メディアは首都には5万人以上が参加し 過去30年で最大規模としています首都は教師や医師など別の業界に拡大する恐れもあるということです